超満員クラブになりました。ありがとうございました。なんだかこう本当にあの着実にこう僕らのやろうとしていることがですね、皆さんにこう伝わってきているなっていう、そういう手応えを感じております。で昨日アキラさんと20分近くやりまして、もう本当に体中しんどいです。今日は久しぶりです。こんな、いやこれがまた心地よい痛みってやつでしてね、レスラーね、俺がたまんないもんなんですね。まあんなことはどうでもいいんですね。僕もとで、ですね、今日いろいろ発表事があるんですけれども、まず大阪、10月26日に行われます、まあ、ハウスショーです。ムーブンアリーナで行われます。それの一部対戦カードが決定いたしました。いくつかご紹介させていただきますが、まず大原始め対松山勘十郎をやります。これですね、メキシコで登竜門の同期なんですって。2人はでデビュー戦でこの2人戦ってるらしいんですよ。それ以来の対決なんですって。まあ同門同期デビュー同士の対決ってですね、それが大阪でメキシコからもう時を経て大阪で実現してしまいます。そしてゼウス対、シュガーダンカートン、これトライアウトのほら昨日映像に出てきたバスケットボールのちょっと、ね、面白いんですよ。彼がバスケットボールを用いながら試合をやるっていうですね、世にも奇妙なレスラーです。それがゼウスと戦います。なんだかゼウスも外人みたい、見た目がね黒人みたいなんで、本当なんかアメリカンプロレスがこれ見れそうな楽しそうな予感がするんですけど、あと傭兵児玉雄介対小峠原田です。これはねとにかくいい試合になると思いますよ僕は。そして首里誠対カナ白井美代、これある意味スマッシュの女子の黄金カードを早くもここで出してもらうというような感じがしますね。で他の試合につきましては、また後ほどおよい、決まり次第発表させていただきます。そんなわけでですね、今日は、見事初代ディーバー王者に輝きました、カナ選手来ております。で、あれなんですよ、今までちょっと険悪な関係でしたけれども、まあ昨日見事に若いということでですね、僕がここにいてもこう刀も持たずに、ちゃんとベルトを持って今日はやってきてくれております。あ、失礼します。あ、昨日あの後だいぶ飲みに行かれたようですが、二日酔いではないんですか？私は二日酔いになりませんから。ならないもんな、はい、けどチャンピオンにはなった。なりました。そのチャンピオンになったの感想を、ね、はい、一言で、新しく作られたベルトということで、まあ、昨日まで誰もベルトを巻いていない、いえば、純白なベルトということで、初代で負けるというのは本当に嬉しく思ってます。初代のチャンスっていうのは一番最初で一度しかないので非常に貴重ですし、何よりも男子団体が管理するベルトということで私にとっても重要なベルトになります。あれ、二日酔いですか？二日酔いじゃないです。今でいいですね。でですね、昨日、ベルトを巻いた後に、4人この挑戦志願者が現れました。首里誠、中川智香、レイ、この4選手なんですけれども、で早速やっぱりですね、本人たちの意向を組みまして、来月10月28日のスマッシュ22ではですね、この4人によるですね、このカナ選手への挑戦者決定戦を 4A イルミネーションマッチで行いたいと思います。まあ、このうちの勝者が、11月のスマッシュ23でおそらくカナ選手に挑戦することになるであろうと、そういう試合を行わさせていただきます。